えー、この間パリローマずっと回ってきたんですね、はい、でこの LP のジャケットもこの写真が出てますけれどもええ、もうその時のばっかりなんです初めてですかパリとかローマとかえ初めてです初めてですか、ええ、最初の印象どうでしたそうですねパリにものすごく期待したんですよだけど意外と暗い街でそれでえっ、ー、と寒くて、うん、お買い物はいいですけどあとあんまり でもローマと比べたら全然パリの方が好きですあ、そうですかあの良さが違うんですよね、うん、ローマは遺跡が多いからまたそういう感じとパリの方がどうしてもなんでも洒落てるんですよはあ、例えばどういうところですかそうですねお店自体も可愛いお店とかいろいろあるんです、うん、とかやっぱりバッグとかそういうお買い物品にすごくいいデザインがあったりとか、はあ、で、はあ、あの街自体がすごく 好きです。はあ、はい。そのパリ、ローマなんていうのはね、もう初めて行ったにしてはね、ええ、こう十分見てこられたと思いますけれども、<laughs> 何してきたんですか？か遊んできたんでしょ？遊んできたんですよ。<laughs> <laughs> いいですね。遊んできた一、ね、日間お休みいただいて、九、ええ、日間行ったんですけどね。ええ、それでも足んないぐらいでしたよ。まだね、あ,あっちこっち行きたかったんですけど、あとまたあの七月か九月かどっちかまた行くんですよね、遊びで。<は>だからその時にあのスペインとか。 回るように残しておいた。あ,あそうですかああ <laughs> え。パリは意外にその思ったよりもちょっと暗いような感じがしたというのは、ねうね、話はありますけどね。あれ気候のせいじゃないかしら。あ光のせいですかね。だからどうしてもあのあのみんなの顔つきがねどうしても暗いんですよ、うん。でもあのパリの人ってのは割とその背も大きくないし日本人と同じぐらいなんでしょ。とは言いますけど大きいですね。大きいですかやっぱり。あのロンドンとかサントロペンの方は日本人ぐらいじゃないかっていうことなんですけど。うん やっぱり大きいですよ。大きいですか。背がね、すごい高いし。へえ。で、お買い物が主だったんですか。そうです。何買ってきたんですか。ね、いろいろ。いろいろ。バッグとかね。靴とか。とにかく初めてだからもうちょっと日本で買いたいもの我慢して買ってきちゃったんです。ああ。向こうのね、ファッションっていうのはやっぱりまあパリというとね、あの最先端を切るってよく言ってますけれどもどうですか。いややっぱりさすがです。そう。あの。 私アメリカ行った時はねなんかヒッピーみたいな人ばっかりだったんですけどねパリはさすがですねあのやっぱりロンゲットっていうあのコートで、ね、長いコートがもうほとんどで毛皮のコートにしてもいいかわいいの着てるしねそれからまだ寒いのにホットパンツになんてもう履いてましたよ<ー>それとかねどっかワンポイントあのおしゃれなポイント置くんですよだからあとそうですねやっぱりスタイルがいいから 奇抜なんでもなんでも似合っちゃう、ねうん、え千代ちゃんはどういうスタイルで歩いてたんですか私はねあの行くときからホットパンツで行っちゃったんですよねああそしたらね一応コートを入れてたんですけどね、はい、本当に寒くてびっくりしちゃってねついてすぐ買ったんです長いやつを、ええ、あそうですかでもホットパンツそうですかそれでね、ええ、おかしいことにねもうデパートでね水着売ってるんですは<ー>でどうして今これもうこんなに寒いのにねもう信じられないぐらい寒いんですよね でどうして寒いのにこんな水着だ売ってるのって聞いたらねあの向こうの人に聞いたんですよねあのそしたらあのみんなね冬の時期が多いでしょう、ええ、だからね早くもう暑くなれっていうことでねまったがいのに憧れてるんですって。はあはあ、あのローマのね、うん、男性というのはこう割としつこくついてきてなんだかんだというというねなんか言われましたいやもう私はね カメラママンの方とマネーージャー一緒だったでしょ。だからあの声かけたくてもねなんかじーっとしばし見てるんですよ。ああじゃあ向こうの人,も男の人もいるから普通に。それであのそれよりもっと怖かったのは空港に着いた時あのみんなコインチェンジするからねみ荷物見せて,てくれって言うんですよね。ね<え>とっても1人で立ってられないんですよ怖くて。 だからね、だめです、一人残ってて、捕まえて、ずっとね、その怖いっていうのは、寄ってくるわけですか、一人にいると、絶対だめです、女の子一人でいると、もう異様の目つき、もううろうろしてるんですよ、怖いですよ、それでね、あと写真撮ってる時にね、スペイン広場行った時にね、カメラマンにずっと追っかけられちゃったんです、ドイツのカメラマンなんですって、それは何かの商売に使うんですかね。知らないいですよただね私が歩てるのも って言うんですよそれでもうだんだん近づいてきてもう最後にはね顔にカメラがくっつくほど近づかれたからもうやめてくださいって言って、はあ、逃げ回っちゃった<ー>でもローマにいるからドイツの人もしつこくしていいのかと思ったじゃないですかああなるほどね,ね<ー>日本もそうすると日本の男性もローマに行くとしつこくなるのかしらねでもある程度ね積極的っていうのはいいですよね男性の,あのそれでいい意味で言えば明るいですよねあはは陽気で、うん、だけど いや裏返せば怖いですね、うん、しつこくてもい,いじゃあいゃ振られてもともとで来るわけですね <laughs> そうですね,ねパリの男性はどうですかうんでもパリの男性もやっぱりねそれが普通なんでしょうけどねおかしいんですよあのライター見てたんですよ、うん、買おうと思ってねそしてあの歩いてたらねすれ違った時にねさっと手にいっちゃう全然知らない人なのにそうよ<ー>だってすれ違ったと手に入れられちゃうと思おやそしって言っちゃったんです フランス語喋れな <laughs> それなそどっかしいことに、ね、あのハワイの時行ってもねアメリカ行った時ももうある程度慣れてるそういうの見てあの慣れてるんですけどねあのおかしいんですよあの一台の車に乗ってね男の子が運転して隣に女の子が乗ってるんですよねそれで後ろにちゃんとまだ乗ってるのにねもう信号止まった隙にねもう非常に分かれでかります,ります <laughs> 後ろに人がいながらね堂々ですよ真っ昼間から。 ああいうのどうなのかしら。私ねあのタイいろんなね情景見てきてね初めはまあびっくりしちゃったんですけどちゃんとね一段の車乗っていっぱい後ろ乗ってるんですよ。それなのにねちょっと前は前で後ろは後ろでかしら。後ろはでいいか。あいとちゃんとしてましたよ。で前だけもうすごい。そうもしねあの千代ちゃんがそういうふうにそういう立場にいたらどうですかね。 まあみんながやってれば別にってことですねそれ違うおかしいことにみんなで全然気にしないんですよあ人のことは干渉しないところが私たちはなれないでしょやってやってるなんて見てたなでもねその後ろ乗ってる人とか周りの人たちは全然無視だから平気なんじゃないでも危ないね事故を起こしちゃうそうですね行ってみたらどうですか意外ともうすごかったですね <laughs> だけどそういうところへ行ってね <laughs>、はい、そういう話したり、うん、あるいはそういう光景見たりね、うん、してくるとまた歌の方でも変わってくるでしょうねなんかそういうのね。なんかねすごくねあの、なんていうのかなてうか大きくな,なるみたい心がね<ー>こんなねなんか意外と仕事柄神経質になりがちでしょ。えー、だからそういう、えー、私みたいな特別なこう神経を使う仕事を持った人にはすっごくいいみたい。 精神的給与になりましてねなるほどねそうかもしれませんねパっッと行ってこうねあんまり人のこと干渉しないで自分の好きなことやってねそうなのだから太んの当たり前ね太ってきましたか少しいや太ってまた帰って痩せたんです私ねあの外国人必ず5キロ太るんですよで帰って1週間後の人するとまたすぐに痩せちゃう日本の空気があってないのかもしれませんねちょっと構りますんね外国の人にもらってもらおうかしら 今年はほらスター同士の結婚とか多いでしょう。多いですね、どうですか、奥村千代さんとしては。<ー>そろそろはさっぱいですね <laughs> さ。さっぱりですか。あのまだね、そうですね。あのやっぱりね、一人であの私意外と夢を持ってるの半分と現実的に厳しく結婚というものに対して見てるんです、半々に。だから<ー>言ってもね、女性は大変でしょ。 結婚しちゃうと、ええ、だからねもうちょっと一人でね気まま勝手にあの行、ー、ってそれからまだ仕事にかなり未練がありますので未練があるうちは結婚しちゃいけないと思うんです。あなるほどっていうよりも、ええ、<laughs> それほどの私が好きな人が今いないってことですね。あ仕事を捨てても、うん、そ飛びついていくというような人が今いないんです。あ 歌ってる時が幸せだからね。うん、どっちとも言えないけど、仕事が終わると寂しいですね。うん、だけど、そういう話を聞くと、もう。じゃあ結婚したら仕事はもう徐々に仕事を減らして、そしてあの家庭に入っていくようにします。うん、いっぺんには無理です。あ、そうでしょうね。えー、スパッとやめるのはね。これなかなか。もうこればっかりは。 あの相手自体ですね,自体ねやっぱり男の人に言って変わるでしょう女の <laughs> <る>人 <laughs>、うん、それはそうですねいろいろ小夏千よさんの歌聞いてもよくそう言っても分かりますけれどもだけども結婚してないしそういう今ね聴いたら恋人もいないし、うん、本当にいないんでしょうね。うん 本当にいないですか。本当にないんですね。うん、恋人ね。うん、恋人っていうか、結婚しようなっていう人は。恋人はね、いないってことないんですけどね。結婚したいっていう人が。はい、うん。そこまで。やっぱりね。考えちゃいます。すごく一生付き合わなきゃいけないから。そうですね。だからね、もう。あの。ふけいとしてる人に、私意外と。 細かく気を使う方でしょ意外とまめに尽くすタイプだからあのポケーっとしてる人がいポケーっとしてる人がねそうなんですよねテレビとかあるいはそのラジオ歌とかね歌の面から見るとこうすごくこう奥村千代という女性というのはなんかこう繊細でねものすごく気を使ってねっていうような感じがするんですよねその通りなんですよするでしょでその通りだっていうでしょで今こうやって見て話をしてますでしょでこう僕ねちょっと爪なんか見るの好きなんです けどね、うん、こう爪短いでしょうものすごくねこれがねとっても不思議なんですこう長い髪してね <laughs> それでなんかこう目のところも塗ってね、うん、いわゆるパッとちゃんとしたお化粧をしてるのに、うん、爪こう塗らないでね、うん、こう何も塗らないで短い爪って、うん、とっても不思議だったどう<今>いう事ですかあのなんとかわかんないんですけどねもう塗,ら塗るの急に嫌になっちゃったんですそれであの短くしてねそれからあの指の周りをきれいに なるべく清潔にしておきたい。あそうです。別にマニキュア塗ってるから汚いって言うんじゃないんですよ。どうも最近嫌いなんです。いやそれを見てね、ひょっとしたらなかこうお料理かなんかをねしてるのかしらいえいえ全然。うちでそんなことしないんです。そんなこと全然しないんです。全然いばってちゃいけないですけどやらないんですか。今日ねまた全然話違いますけどね、その髪の毛自分の毛です。そうです。カツラもたくさん持ってるんでしょ。持ってるけど全然使いません。 あそうですかあの,あの、ね、はい。つけると肩こっちゃうんです <laughs> 重いから <laughs> あのね一時をつけてたんですよ、ええ、で最近はもう最近ってもうな何年となりますけどねもう全然使いませんあの使っちゃうとねなんか後ろ引っ張られそうでね肩こりものすごく肩こりでしょうだからダメなんですだけどあの日本髪のねかつらなんかものすごく重そうだなっていうのはわかるけれども 普通の今なんていうんですかヘアピースっていうのかしらとかハンガツラね、ええ、みんなねんかカツラかぶったりつけたりしてらっしゃるけど私はもう地毛でやる癖がついちゃったらもうおやっぱり軽いですよ地毛はそりゃそうですよね、うん、あそうですかカツラやってるのかなと思ってたっあそうですか、えー、こっちゃんかでコルって言えばな,なんか服装の方はなんか凝ってなります別にないですねあんまり凝るといっています 何着ていいいか分かんないしある程度私たちって好きなもの着れるでしょ、えー、舞台ではああいう「えー、ギンギラギンなとかね、えー、であのなるべくそういうの飽きちゃってテレビでは普通の洋服を着たりもう、まあ、ある程度着ちゃったらねもうじゃあ本当に話聞いてると歌一筋にやってるみたいですね今もう他のもう疲れて寝るうち帰ってね。本当そうでですね仕事とうちのお服で つすんごい電話好き。じゃあ電話かけると何時間も喋ってるの <laughs> <ら>すごいですよ。よくしゃべれますね。でもね。だとも楽しいですよ。はあ、あの、外へね、もう一旦お仕事終わってうち帰っちゃうでしょ。そしたらもう出ていくの嫌だしね。それだったら電話で何時間も喋ってるのが好き。へえ。 <laughs> じゃあ相手もまあ何時間も喋ってるわけですよね, <laughs> <う>ね。<laughs> すごい電話マ魔なんですよ。もう何時間でも。じゃあうちに例えば一日お休みがあるとするでしょ。うん、で、そうするとうちにずっといるんでしょ大体。いますね。あのお昼まで寝てでできるの。ずっとうちにいたいんですけどね。あと美容院行っちゃうでしょ。えー、美容院ぐらいしか行かないです。でその合間に電話をかけてるというような感じですか。そうですね。お昼も夜も。 お昼も夜。<laughs> <laughs> じゃあ今度その、ね寝ながら電話の歌かなんか作ってください。<laughs> 九州の方にも時たま帰るんでしょ全然帰れないです。帰れないんですかえー、あのやっぱりお休みの時全部旅行行っちゃうでしょ、えー、だからお休みがもらえないんですよ。まとめてばっかりもらってるから。そうか、やっぱりあれですね、貯めてパッと使おうという。い,いえ。 な、なるべくな使いたくないんですけどね。<laughs> もうそろそろ置いとかないとね。えー、いつお嫁に行くかわかんないから、こればっかりはねないくつで結婚します。とか絶対ね。私もすごい電撃的な気がするんですよ。だからね。やっぱり最近は少ないお金を。 ちょっとずつ貯金さななくちゃと思いいままして<ー>でも全然たらするにはやっぱりね皆さんにこうレコードをうんと買ってもらわなきゃいけませんから、ね、そういうことですねこのね結局レコードをまた機会にしてまたどんどんいい歌、はい、たくさん出してもらって<え>でどんどん買ってもらって、はい、貯めれば電撃結婚があるかもしれない <laughs>、ね、楽しみにしてますから、はい、どうもありがとうございました。